一施設だけ持って一つの試験だけやってるの？いや、治験何個も持つ人はあんまりいないんですけど、1個の治験で、まあ、人によります、4、5節、4から5施設ぐらい。持つの？で、それぞれの中にそのやり取りする人も複数いたりとか、で、こう、なかなか先に進まなかったり、返信来なかったりとかっていうふうになって、かつ、その、病院行って、ちゃんと自分でその、なんかね、データ取れてるかとか、ルール守ってるかとか、全部確認してとか、結構忙しいね。結構忙しいです。結構忙しいね。で、しかも病院に行かなあかんわけやから、リモートでとかいう話にもならんわけやね。そうです。だいぶ今までだったら行ってたものも、今はウェブ会議で済ませられるものもあります。ものもあるんだね。だって病院側としてもできるだけ出入り避けてほしいみたいなこともあるよね。そうです。そうやな。なるほどね。おもろい。おもろい。仕事、面白い。いや、あんまりかな。いや、こんなん言っていいんですか？ネガキャンみたいになります？ええねんって。もうだってもうこんなん別に、ね、一つの事実いや、だからそうね。そう、一つの事実なんですよ。いや、だって仕事がそんなにおもろいとかってね、こう、世の中的にね、こう、うちの動画ってね、ほんまおもろないんですよ。俺、それ結構、なんていうの、なんていうのかな、誇りに思ってるんですよ。うちの代わりに帯幼児訪問の動画はね、面白くありませんって、俺は自信持って言える。で、面白い動画作るのよ、みんなね。そうなんで、なんかそんな情報でほんまに会社、仕事選んでええのって俺は思うのよ。おもろいわけないやんか。なあ、だからすごい楽しいです、みたいな、普通やったらな、さっきの質問のところで、おもろいって言って、ああ、ものすごくやりがい感じて楽しいですって言うわけやろ？そんな嘘を教えたらあかんと思う。いやーね、本当そうですよね。ねえ。だってでもね、面白くないよ。それは一個一個作業を見ていくとね。だって、そらそうやね。その、めんどくさいしね。でも、じゃあ、でもそれをやる意義とか、本当によく考えていたときにね。じゃあ、これが結局どういうことのためになっているんだとかね。これによって社会にとってどういう影響をしてるんやとかね。もしくは、そういう、こう、本当にやりとり最初噛み合わなかった人と、自分が、その、なんていうのかな、粘り強くね、他責にしないで、自責で考えて、すごいやり方変えて、あの手この手で工夫してやった結果、やっぱ、よその製薬メーカーの、人と比べて、すっごい何々さんは、良かったわって、ある日、看護、市長に言われたりとかね。その時にすごい嬉しかったりとかね。他の会社とかもすごい手間かかって、私らも忙しい中ですごい大変やねんけど、それをなんでやってへんねんって当たり前みたいになんか偉そうに言うようなメーカーもあるけど、何々さんはちゃんとその辺配慮した言い方をしてくれたから、忙しい中でもなんか、すごいこう、ちょっと待たせて悪いけど、でも優先的にはやっててんでって言うてくれたりとか、来た時になんかすごい、あ、私、この人のためになってんねんなっていうのがちょっと感じれたりとかね。そういうのが少しずつ出てきてなんかこう面白いな、みたいなものが、ちょっとずつ見つけていくって感じ。なんかわかる気がします、それは。もともとは面白いわけないよ、多分ね。結構ギャップありましたね、私、入って。結構あった。ありました、ありました。どんな感じ？この551があるときないときぐらいの分かりやすさで言って。もともとの思ってたのと入ったらギャップ、うわーみたいな、どういうこと？どういう感じ？いや、なんか薬学部とかだと、とか理系で製薬系行きたいみたいな人だと、なんか開発職ってすごい花形で、なんかかっこいいみたいなイメージだったんですよ、私は。先輩とか結構行ってたんで。なんですけど、やってみたら、なんかすごい地味だし、めんどくさい仕事も多いし、細かいことが多い、やっぱり。なんかその契約書もそうだし、ここの記載がこうじゃないとダメとか、そういう、なんかその学生の時とかにはそんな細かいことで指摘されるとかあんまないと思うんですけど、そうですね。なんかそういう細かさとか、
もあって、なんか、なんでもよくねって思う時。その通りなんですよ、その通りなんですよ。それがね、例えばね、あなたが今いる、これ、別に製薬メーカーに関わらず、開発職に関わらずそうでね、あなたが今いるような、名前が誰でも分かるような大きい会社で、みんなが憧れるような職種に勤めていたりとか、まあ、俺が元いた会社なんかも、まあそうやったりすんねんけど、やっとね、厳しくね、言ってもね、早々は辞めないんですよ。うんうん。例えばね、それがうちの会社とかやったらね、それと同じ、俺が会社に勤めた時と同じぐらいね、細かいところをきっちりと言ってごらんなさい。もう一日で全員いなくなりますよね。でもね、本当は仕事ってそういうものよね。うん、だってお金もらって社会のある何かに対してこう課題を解決してて、ここがちゃんとその通りにならなかったら社会に対して提供する価値が目減りしたりとか、なんかおかしなことになるわけで、それなりのこう、なんていうのかな、なんか、責任の重いことを担ってるわけですよね。どの業界のどの仕事もね。うん、そこでね、適当なことされたら困るわけで。うんうん、もうめちゃめちゃきっちり細かいところまで決まってるわけですよ。やっぱ学生時代までとは、その明らかにそこのギャップっていうのはあるよね。ありますね。うん。そうよね。なあ、まあ、その中の、その最初そこはやっぱり当然あるな。だから、製薬メーカーがどうか、どうやとか、開発職がどうやとかっていうね、ふうに、こうみんな全然これ捉えなくていいと思う。うん、社会で仕事をするとあるよね、このギャップは、ね。あります。確かにな。あなたその中でこう今、あれ、こうなんか、あ、ちょっと思んないなと思いながらやってるわけですね。うん。いいね、いいね、すごく。これモザイク入ってるから、ちょっとその表情とうなずき分かれへんとか、なんか、残念なぐらいいいうなずきやね。